新皇帝エレボニア中皇の祖ですね。ああ、逝去後帝都を見守ってもらうため建立されたそうだ。なかなかご利益がありそうですね。
バーしました。気分爽快ね。Thank you.
いい感じだね。
券を購入される方はお急ぎください。各馬それぞれスタート地点に着きました。本日のメインレース、1番人気はナンバーブリッツ、2番はブラックプリンスと続きます。3日後の決勝を占う注目のレース、果たしてどのような展開になるのでしょうか。さあ各馬一斉にスタートしました。先頭はナンバーブリッツ、ランドアレスターがほぼ同時、ブラックプリンス、カイザーダイスも悪くはない走り出しです。ライトブレーンは出遅れた、果たしてどうなってしまうのか。最終ラップに入って依然強いナンバーブリッツ、追いかけるブラックプリンス、ランドアレスター、カイザーダイスも最後のスパートをかけていく。いや、お前さんたちか。なんだなんだ、感心しねえな。演習活動中に競馬観戦とは。局でも彼らについて様々な推測をされていますよね。ちなみに目的はどうなんでしょう。破壊工作？へえ。当初は半々だったが、今じゃその割合も変わってるな。37くらいってとこか。え、それって確かミュゼさんの言った順番は。
一応機密なんで、このくらいで勘弁してくれ。何か分かったら演習地の方に連絡する手はずにはなってるしな。そんじゃあな、この後もせいぜい頑張ってくれよ。
破しました。癒されました。僕の番だ。いいぜ。行くぞ。いや、